はいどうも、ルルカです。ちょっとね、動画遅くなっちゃってすいません。なんかね、あの間に差し込んだあの緊急動画がね、あのちょっと思いのほか編集に時間かかっちゃいまして、まああれでもね、編集結構してるんですよ。カットしまくってんのと、なんていうのかな、あの喋ってない時間がすごい長くなっちゃったりとか、あとはまあ、あのできるだけ早く伝えたいんで、無駄に感じるとこもあるかもしれないですけど、まだね、あのカットしたりとか、あのして、できるだけ短く、あのお届けしようと思って、あの作ってはいます。長えよって思った方は申し訳ないです。はい。で、その結果、深夜0時を超えて、の収録になっております。メインアカです。アリーナなんですけど、ユージがね、レベル40になりました。で、ルリのところを封縁に変えてみました。で、今、ルリも育ててんだけど、とりあえず封縁で行こうかなと思っています。まあ、その心は、復活ですね。あの、ルリだと、ソーハメプージンで、あの、先手来られたらもう、あの、溶けてしまうんで。なので、ちょっとまあ、あの、封縁だと生き返るとか、あの、上位陣の方もまた封縁使ってたりすると思うんですけど、あの凍らされたりとか、石化されたりとか、そういう流れだった時に、役に立つかなと思って、やっております。はい。で、装備は、封縁の装備は、一応ね、まあ、昔と比べるとちょっとしょぼくなっちゃいましたけど、一応ね、セブンナイツ装備と、あとヒットウィンド1050、900の装備です。プラスはね、もう少し素材集まったらつけようかなと思ってます。ちょっと足んないなと。ブロックとか結構使っちゃったんでね。まだあるけど。うん。ちょっとまた集めたらやろっかなと思ってます。その間に1050装備も手に入るかもしれないんでね。900叩いちゃうともったいないんで。ですね。宝石はまだつけてないと。ちょっといいのはない。まだ全然宝石回れてないんですよね。忙しいって言ったら変な言い方だけど。ちょっと全然やれてないんでね。まあこんなところです。まあ普通の封縁ですね、要は。で、ユージのステータスが、2突増えて、まあ1ポイント5240、204。攻撃力は1000、あ、弱っ、攻撃力。武器がしょぼ。これに取り替えるから、クリティカル 32% のオーブン。武器星5つけてたね、両方ともね。クリティカルがなかったからだ。とりあえずこれつけます。クリティカル 32% オーブ。で、これだけはちょっと鍛えた方がいいかもしれないな。ユージは。よいしょ。どうしよっかな。ブロック反撃で1個、1上げて。クリティカルで1個上げるか。あとブロックが1個あったような気がするな。あったあった。こんなもんかな。敏捷だったらあるんですけどね。ちょっとまあクリティカルがいいんでね。まあ攻撃力全然変わったんでね。これでね1800までいきましたね。それでもまだ弱い。600まで上がるから、あと130は上がると思うんで、1900くらいまでいくのかな。はい。まあ、2000はでもいくか。はい。じゃあ、というわけで、アリーナ、マスター目指して頑張ります。グリム城を守りながらね。ただ、グリム城前にできないと結構きついんだよね。グリム城がスキル先に打たないからね。前にすると今みたいに飛び込まれちゃうんでね。ここは難しいところ。お、いいダメージ。相手にユージがいなければ。ナイス。どうした俺のパイロン。最近、いい仕事するな。彫刻家辞めたのかな。彫刻家辞めて、普通の人になったのかな。めっちゃ凍った。そして、
俺のリフは沈黙中、絶賛沈黙中。これはちょっとまずいな。ちょっと免疫持ってるやつがねそのままだからね、それが怖いんですよ。ターン経過で持ってくから、グリム城は多分一分残ると思うんだよね。やばいやばい、物理に弱いんで魔法は大丈夫だけど。ユージのスキル両方残ってるけどどうなるかな。無理だね、ここもう無理だと明らかに分かってる状態、つらいね。とりあえずこれ5ターン耐えられるか。よし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 、感電させればワンチャン。あー無理か、でも免疫は剥がれたね。ミスが出ないよね、そんなんつけてないから。あ、惜しいな。もう50回どん、あれ、あーそっか。でもやっぱりあれだな、前がいいかな。グリム城ちょっと前で試します。手をいたらもうほんとボコボコですけどね。これなんとかできる方法が他にあればいいんだけど、結局ね、あの免疫ない敵をね倒してもらわないといけないから。後ろにいても関係なくユージが攻撃するな。仕事したね、ユリビジョーさん。そろそろか、前衛でもあのダメージ出せんだもんな。ちょっとルディがきついな。これで両方さらばでしょ。原野嵐からの一歩挟いでもいいけど、そういう感じがいいよね。それで うん、これでポジティブバーフ剥がして状態上、あでもすぐ使うか、使うね、シップ挟い。一応流れはいいな。で、これ先行連撃いけば、割といいダメージが当たるでしょ。どうした？俺の言う通り動くぞ、今日。なんか怖いな。なんか怖いな。勝ちました。喜びましょう。勝利をね。テオがいなかったからね。ブラックローズも強いけど、テオがいた場合のことを考えないとね。まあでもマスターに上がるの目標だから、テオとか気にしない方がいいか。テオ以外の方がいい、マスターに上がりたいんだから。テオなんかと当たったらね、もう溶けちゃうんでね。これ逆に防御陣形とかの方がいいのかな。どうなんだろうね。両夫前にして防御陣形、まあ結局それだったらまあ一緒だよね。呂布以外にも飛んでくるよね。
では。全然使わねえな。なんで前にしてんのにグリム城全然スキル使ってくれないんだろう。初めて攻撃した。ダメージはね超一流ですよ。ほんとも武器なんかいらないんじゃないかっていうぐらいのオーバーキルなんでね。どうなんだろうね、こうなってくると敏将取らした方がいいのかね。グリム城には敏将取らして、手数増やした方がいいのかな。やはりというか、その方がグリム城の良さ出せんのかな。結局なんかさ、ほとんど動かないもんね。敏将に変えてみよっか。弱点もつかないしね。何が弱点なのかもよくわかんなくなってるし。装備はちょっと敏将に変えてみまーす。よいしょ。トパーズ。さらばトパーズ。敏将。あら、結構使ってんな。誰がそうしてんの。まだデロンズがそうしてるか。デロンズちょっと一回全部外しとくか。しばらく使わないでしょ。まあちょっとこれも結局外すことになるんだけど、2勝27。うん、まあ、攻撃力は申し分ないんでね。で、敏将81だから多分これがトップになったはず。これ先手取れるはず。まあ相手がこっちよりも速くなければ。この方がいいな、とりあえずは。弱点攻撃結構出るし。でうまくすればさ、手を狙う可能性もあるもんね。相手で一番ヒットポイント低いのは手をですみたいに言ったら。なんだ今日のパイロン、ほんとやけに動きがいいな。どうしたんだ、ほんと。ルディを一撃で粉砕した。グランレイセロ見たかったな。1体になるとどのぐらいダメージ当たるのかとか。まあ、この作戦悪くないですね。リョフに当たったらリョフの回数も減らせるしね。追加スキル打った後の追加攻撃もあるしね。反撃された。お、スキル先手取った。ラッキーっすね。36レベルなのに武器解放してないってことかな。
さあ陣頭指揮。これあんまよろしくないね。まあ気絶しなかったからよかったわ。危ね、耐えた。先行連撃。とりあえず黙ってろと。ここはもうグリムジョーンズ出番でしょう。そっちか。うん、追加攻撃出るね。面白いね。武器1本しか装備してないわけだからね。パシブなければ、まあ、何回か攻撃されなきゃ。まあちょっともうチップハザーで終わらそうぜ。勝ちました。結構いい感じだね。ユージのレベルが2上がって耐久力が増えたっていうことと、あとまあグリム城が結構いい働きしますね。うん、ユージが、あ、ユージじゃねえ、パイロンが先手取ってた時よりも、うん、こっちの方がいいかもね。パイロンだと倒せなかったけど割と倒せてますからね。まあこれだったら後ろでもいいかもしんないね、グリム城ね。あのもう手を狙うわけではなく前衛の敵を倒すっていうところで考えたらこれでいいかもしれない。うん。ただ攻撃力はオーバースペックですね、完全に。これがね、今後役に立つあのところが出てくるのか、まあそれがちょっと気になるよね。敵全体と2体っていう、ちょっとね、あの面白い感じの割り振りなんで、あの使い方次第では、本当あの特化型のキャラとしてね、あの光るよね。すげえ高防御力なのか、すげえ高ヒットポイントなのかっていうところで、まあちょっと今度レイドでもちょっと試してみようかなと思います。弱点攻撃が出るんだったら、まあそういう時はクリティカル装備になるけどね。はい、というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。